ビデオカメラマンでもあるし、あとは写真のスチールのカメラマンでもあります。で、この動画のカメラマンっていうとですね、企画構成とか、あとはその動画の撮影と、あとはその編集とか、大体この3つで分担されるんですけども、僕はですね、撮影のところに一番その強みっていうところを活かしてまして、編集よりも、動画の撮影のところをですね、より情熱があるというふうにちょっと自分の中でも思ってるので、じゃあ、いい動画とは何なのかっていうところをですね、日々追求して、試行錯誤してですね、ちょっと日々送っておりますね。土日はブライダルの方やってて、で、平日は企業の、PR ビデオとかですね、店舗向けの商品 PR とか、そういった動画を撮ってます。実際にこういったものが作りたいなとか、こういったものを撮りたいなとか、いうふうに思う人っていうのは結構やっぱ多いんですよ。で、それを思ったところで終わるんではなく、やっぱりどんどんその失敗しに行くっていうところですね。実際やってみないと分かんない世界っていうのが結構多いので、ああ、こういうのって実際、ああ、自分でも撮れるんじゃないかなと思ったものは、実際にやってみるというところ。じゃあそのやってみて、うまくできたかできてなかったのかっていうフィードバックを得てですね、本番の撮影の現場でちょっと、成果が問われるんじゃないかなと。で、こういったところっていうのはクリエイターの試行錯誤するところっていうトライアンドエラーのところですね。ここをちょっと自分の方でもすごく大事にしてます。見た目もいいし、それでゲーミングチェアの機能性も持ってるしというところが僕にとってはすごく気に入ってますね。夢はですね、やっぱり今の舞台で言うと九州でしか回ってないんですけども、本当に大手のプロダクションと組んでですね、大きい企画の撮影をどんどんしていきたいなというふうが今身近な夢ですね。